26、7年前、当時のディレクターに、お前金あるから明日買ってこいっつって、その時買った、初めて買ったワール。いっくん TV ご覧の皆様、いらっしゃいませ、伊藤一郎です。自前のエフェクターもね、今日はちょっといくつか持ってきたんですけれども、やっぱりレコーディングや、例えばギタリストだったら歪み物とか、その気に入ったワウペダルとか、そういうものは実機の方が絶対いいよねっていうのはあると思うんですけど、僕の場合はまずワウペダルですかね。96年ぐらいのことだと思うんで、26、7年前、僕 ELT でデビューするまでワウペダルって嫌いで買ったことなかったんですよ。でレコーディング前に、その当時のディレクターに、なんかその時撮る曲がなんかね、ダンスほとんどクラブでかかってるようなトラックだったんですよ。だからギターはあんまやることがないよね。だからじゃあお前ワウペダル持ってるか、いや僕ワウとか使わないんで、お前金あるから明日買ってこいっつって、で起きて、その日起きて楽器屋寄って、このワウペダルを買って、それでスタジオでレコーディングした、それがこのワウです。その時買った、その時買った、初めて買ったワウ。ギタリストにとってワウって結構魅力的なエフェクターで、持ってる人たくさんいると思うんですけど、現代だとあれなんですよ、通常はライブとかでもこうつないで置いておくわけじゃないですか。それだけであの音が劣化するので、この使ってない時に音が劣化しないような、なんていうんですか、改造と、あとはオンオフした時に分かるようにインジケーター、こういう LED をつけたりみんなしてると思うんですけど、私が使う時はループスイッチャーって言って、使わない時は完璧にスルーされるようなシステムにレコーディングの時も入れちゃうので、その買ったまんまですね。はい、地味編を見て分かるように三種の神器になってるんじゃないかな。踏みやすいですね、踏みやすいっていうのかな、この踏みしろがね、やっぱね、これくらいの方がこうリズムに乗りやすいんですよね。うん、最近ワウ練習してないからめちゃくちゃ下手くそなんですけど、結構クリーンでいいワウと、あの歪んだ時にいい感じのワウって別だったりするんですけど、最近はこのレンジを、そういう音色を切り替えられるワウがたくさん出てるので、私もロジャーメイヤーっていう、そういうレンジを切り替えられるワウを持ってて、レコーディングでは結構使ったりしてますね。まあワウってとにかく踏んでりゃいいんで、踏んでりゃ楽しいって、こんないいもんないですよね。やっぱり最近では例えば EDM 系とか、そんなに身のあるギタープレイっていらなかったりするんですけど、ループと一緒になってるとか、なんかよくあるパターンですかね。
ていうのを曲中トラックずっと入れとくんですよ。グルーヴが豊かになったりするので、そういうのにはやっぱり実機を使った方がなんかこう盛り上がりますね。はい、はい、続けて紹介しますのはこうエレクトロハーモニクスで出てるベースボールっていう、これもワウですね。オートワウ設定を決めて勝手にワウになってくれるやつですね。はい、でこれベース用なんですよ実は。ギター用じゃなくてベース用なんですけど、私よくミュージシャンあるあるで楽器屋とか行くと、あの曲はあそこのコードなんですかとか、あのソロどうやって弾いてるんですかとか、そういう会話が多いと思うんですけど、僕の場合も最初はそうだったんですけど、いつからかあの音色を作るのには何のエフェクター使ってんのとか、アンプのセッティングどんな感じにしてますとか、そういうことを聞かれることが多くなって、僕の曲でインストでスイートエマージェンシーっていう曲があるんですけど、それで使ってるエフェクターは何なんですかって。それがこれです。このベース用のワウなんで、普通のギター用のオートワウとは全然違うんですけど、はい、今普通のメサブギーのドライブチャンネルが鳴ってて、これをオンにしますと、ベース用なんで、そのトラッキング周波数帯の狙いがものすごい低いものになってるんですよ。なのでこのギターの巻き弦だけよくミャンミャン引っかかって、でこの高い音は割とあんまり引っかからないんですね、ワウが。なので僕はかけっぱなしにして、みたいな割と飛び道具として使ってますね。はい、ギターで使ってる人いねえだろうなと思ったら、あのいましたね。スリップノットのギターの方が確かライブで、こうライブっていうか使用する機材に組んでありましたね。はい、はい、こちらはですねデジテックで出てます、ドロップ。皆さんギタリストだとワーミーペダルっていう、音程をねピッチシフトで過激にこうペダルでコントロールできるものがポピュラーなんですけど、そこのメーカーのキーを下げることに特化したエフェクターですね。これ結構ライブ最近よく使ってますね。でなんでかっていうと、 ELT の曲でももちろん、レギュラーチューニング、あともともと半音下げチューニングで、またドロップ D の曲とか結構いっぱいあるんですけど、それってだから要は3倍のギターを持ってかないといけないじゃないですか。でそれって結構大変なので便利ですね。その音色が変わるわけじゃないんですけど、こうキーがなんか例えば昨日のキーより半音下げてやってみようよみたいな時に、これだとスイッチを押すだけでその同じポジショニングのまま、だから開放弦とかも使えてそのまま弾けるのでね。これオフの状態ですね。
ていう感じで、例えば半音下げましょうってなったらこれを入れっぱなしで丸々一曲弾いたりライブでしてますけど、これもねできれば使いたくはないんですけれども、そのこれがあった方がまあ半音下げドロップ D とかそういうね使用頻度の低いスペアをたくさん用意するよりも効率がいいと思います。はい、ちなみにこれねオクターブ下まで下がるんですよね。昔のカラオケを思い出しますけどね、いやーなんか便利ないい時代になってるなと思いますね。はい、ティッシュとか入ってるしティッシュが一番いいんですよ。エフェクターってなんかね外国産のすっごい安いスポンジが入ってるんですけど、それ10年経つとあの粉になるんで、あれをね掃除するのがもう最悪なんですよね。うわーみたいな。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。